こんばんは、クッキーですあ。ありがとうございます。ここでちょっと聞いてもいいですかこれ、これと、今ちょっと画面でボタンを押してるんですけど、これとこれって、見てる人って明るさってち違,う違うんですかこれとこれ。明るい、明るい、明るいとか暗いとか。見てると変わんないのかな こっちの方が僕がからするとちょっと明るいんですけどこっちは暗い暗い同じ見てる人って見てて明るさって今変わりましたあ、気にならないっていうかかかわってます同じ同じまんま これと、これって。どう、どう見えてるのか。いや、あの、ちょっと機能、機能を知りたい。なんか画面の、Facebook ライブの機能を知りたいだけなんですけど、見てる人って変わ、違って見えてんのかな同じ、同じなんですかこれ。これとこれ。僕の画面ではね、違う、明るさが違う。あ、同じ、同じなんですね。そっかそっか。なんか僕だけ、こっちの方が明るくていいなと思っていたのは、ただ僕、僕が、 楽しいだけで、見てる人にとっては変わらないんですね。上がりました。ありがとうございます。あ、じゃあ、あついで。あ,あ、あ,あ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あ,あ。ちょっと待って、僕の。つんどくが映ってしまった。危ない、危ない。はい、じゃあ、ああの。そうなんですね。はい。ボタンを押し間違えて。え今。僕の。 大掃除中の、年末からずっとやってる大掃除中の本の山がちょっとちらちらっと写ってしまいましたが <laughs> いや全然ね片付か片付かないんですよ本当にはい、えー、見なかったことにしてくださいいやーでもあのー、いや本当に見に来てくれてありがとうございますでも僕あのフェイスブックライブ4日目この企画もしかしてまずいこと始めてしまったんじゃないかと今日ちょっと 今思っててあいややめやらない、やめませんけど、今日コンビニでですね、たまたまちょっとこんな本を見つけました。なぜかいいことを引き寄せる人の幸運の法則。で、まあ、立ち読みしようと思ったんですけど、ああ、でもこれちょっと Facebook ライブのネタにいいなとか思っちゃって買っちゃったんですよね。800円、税別。もしかすると、これ僕 Facebook ライブやってると、 あこれちょっとネタにいいなとかって思ってむっちゃ積んどく本が増えてしまうんじゃないかといやちょっとねやばいかもしれない本が本が結構最近自生してたんですけどこれ増えるかもしれない、えー、なるべくあのまあでも今ちょとちらっとご覧いただいたように、えー、膨大なや本がありますので、えー、なるべくまあ自分の中で賄えるようにはい。<laughs> ちょっっとと自制をしたいなと思っていな思てるんですけど、えー、でもどうですか皆さんやっぱりあの幸運運をよくするって興味興味ありますまああるんだったらある歌のコメント <laughs> してくださいちょっと今日はせっかくなのでね買ったばっかりでまだパラパラっとしか見てないんですけど、うん、なかなかねあの僕の何人も僕の知ってる方直接お会いした方も いらっしゃるので、それもあってちょっと買っちゃったんですけど。いいですよ。これなかなかその運を作る方法ね。ありますよね。僕も買っちゃったんで <laughs> 買っちゃったんでね。運良くしたいですよね。でねでね。ちょっと今日は宣伝もしちゃうことになっちゃうんですけど。運がいいは自分で作ることができる。ね、いいですよね。いいですよね。でね。でね。まあちょっと今日はこの話でいきましょう。えー 渡辺,渡辺薫さんってご存知です。あの本田健さんと渡辺薫さんね本とかたくさんいい本あとこっちか出されてますけどこの対談みたいなのがあって「運はためられる決め手は感謝」って書いているんですよ。あ見てくださってる方あは本田健とか直接お会いした人は本田健さんとかあとねあの西田さんね、えー、元元あんどう忘れちゃった。 うんとユホビカの編集長の西田さんとかね。あとはね、まあ、お話はちょっとそんなにまだしてい,ないしていないんですけど、金運革命の清水先生とかかな、直接お会いしたことがある方は。めざそう、フェイスブックライブ忘れないように目覚ましをかけて、それがそれはまス,ス,スヌーズってやつになってました。で、 1> 1つ2つだけシェアしたいなと思っているんですけど運がいい人はね、えー、例えばあこれ渡辺薫さんが言ってるんですけど今日は信号がずっと青でラッキーだと感じられたら脳 <laughs> は,ノはこの人はラッキーな出来事が好きなんだと受け止めその人にとってのラッキーをいっぱい探すとそうするとラッキーなことが目に飛び込んでくるようになるで逆もあります ネガティブな人は「今日も信号はずっと赤だった」「今日も何をしても駄目だった」と悪いことばっかりに注意を向けるとその人の脳は「この人は悪いことが好きなんだ」と判断して不運なことばっかり見つけるようになってしまいます」と。なので「運」とは自分が「これはすごくいい」と思った事柄がやたらめに入ってくる状況を作るというのも一つの方法だというようなことが書かれていてこれはでも結構誰でもできますよね。 ねまあ、いいこと悪いことあるんだけどいい方に目を向けようそして、まあ、これはもう僕はもう我が家を得たりというところなんですけど何事にも感謝するということを常日頃から意識しているっていうのがこの渡辺薫さんの「運のいい人になるための方法」の一つっていうふうに書かれていて本田健さんもね「あの感謝の量」が運とつなが運を貯める決め手は感謝の量」 なんじゃないかっていうことが書かれているんですけど本田健さんの方はもうちょっとだけ、えー、角度が違いまして感感感謝、謝謝どどれれれれだだけけ人人ににささるるか、か多くのいう観点なんですね。自分が感謝するっていうのが、えー、渡辺薫さんの方の観点で本田健さんの方はどれだけ多くの人に感謝されるのか出す方と受け取る方っていう感じですよね。 っていうのが、まず、なるほどな。そして、だよねっていうところなのと、もう一つは、このお二方の。このタミヤさんもね、素晴らしい本出されてますよね。が書かれているのがあの、表現者になることが幸運の鍵。で、このお二人はそれがブログだっていうふうに書かれているんですけど、まあ、例えば Facebook でもいい,いいだろうし、Instagram でも YouTube でもいいだろうって書いているんですけど、 その自分の知ってる役立つこといいこといいことを惜しみなくシェアしましょうっていうことをあ,ライブ参加ありがとうございます良いことをシェアしましょうっていうことが書かれていてぜひ皆さんもねあのいいことをシェアして 皆さんが思ってる多分ねでも私の知ってることなんて価値ないんじゃないかなっていうようなことってそれ欲してる人ってだいた大体いますからねもちろんいらないっていう人もいるんですけど大体こんなフェイスブックライブだっていらない人だってらいらないんだけどまあ会いに来てくれてる方もねこんなにいらっしゃるんでで僕はまあちょっとは知ってることとかたまたま目についた情報とかをあ会ったことある人本田光一さんもいました 皆さんにシェアしてていいこうと思っていますので皆さんもぜひ何らかの形でシェアされるといいんじゃないかなと思いますであとあのでもネタがねネタがなかなかないと思われるかもしれないんですけどでもこれに参加してく,れくださる方はね「あの本が好きクラブ」のフェイスブックライブ見てくださってくださってるっていうことは、まあ、本はある何かしら興味がある方が多いと思うんですけど本はね本はいいですよ僕でももう何年間も 本の紹介してますけど1,300本ぐらいしてますけどなぜ,なぜ本の紹介にしたのかっていうと本ってあの無限にネタがね切れないから皆さんも例えば本の紹介するとかね本の気に入った一行とかでも全然いいと思うんですけど例えば本皆さんの興味のあるジャンルの本とかでもいいかもしれないしこれはねあのネタがねなかなか切れないんで僕個人はおすすめです。ということで皆さんね 感謝あ、これ今見ててくださってる方僕の主催もう2年ぐらいやってるあの毎日感謝しようっていうグループがあるんですけどそのメンバーの方もたくさん、えー、ご覧くださっていますけれども感謝やっぱりねいいって、まあ、確かにあのむっちゃ人生変わってる人も、ね、たくさんいますからねそのグループの中でね是非、えー、皆さんも感謝生活に取り入れてみてはいかがでしょうか。ということで、えー、6月6日から27期目が。 そのの感謝のグループなんですが始まるので、えー、もしご興味があれば参加していただけたらとでちょうどちょうど宣伝もできて今日バッチリ素晴らしいなと思いました、えー、あのイベントページ後でシェアしておきますので、えー、ご興味があれば是非ご参加くださいあ1ヶ月無料でご参加できますで面白くなかったらいつでもやめてくださいということで今日はこれぐらいにしておきましょうではまた明日お会いしましょうクッキーでした